ボールス教は兄のライオネル教よりも乙女を助ける方を優先させる。ライオネル教はアーサー王物語に登場する円卓の騎士の一人。ボールス王の息子であり、兄弟にボールス教がいる。また、ランスロット教のいとこでもある。活躍はボールス教に比べ、やや少なめ。父のボールス王が死亡した後、弟のボールス教、ランスロット教と共に、 湖の乙女によって養育される。成長して、以後は、円卓の騎士になる。ほとんど、自分を、主人公としての物語を持たず、大抵は、ランスロット教の引き立て役として登場することが多い。聖杯探求の旅では、ボウルス教の旅に登場する。この物語では、ボウルス教が旅の途中、二股に分かれている道で、一方では、ライオネル教が臨チを受けており、 もう一方の道では、乙女が襲われているのを目撃する。兄を後回しにし、乙女を助けてから、ライオネル教のもとへ向かうボールス教であるが、すでに、ライオネル教は死亡してしまっていた。しかし、特に何の説明もなく、ライオネル教は生き返り、自分を助けなかった、ボールス教と、その場にいた、コルグレバンス教を恨み、襲いかかる。たちまちコルグレバンス教を殺害した後、 無抵抗なボールス教をも殺害しようとするが、神の声が聞こえ、ライオネル教は正気に戻るのであった。なお、この時死亡した、コルグレバンス教については、何のフォローもなく、生き返ることはなかった。物語後半、ランスロット教が、アーサー王と対立するとライオネル教は、ランスロット教側につき、アーサー王軍と戦った。その戦いで、 ガウェイン卿と勝負するも、どちらかといえばこれも噛ませ、犬的な活躍に止まり、敵将を打ち取るレベルの活躍はしていない。ライオネル卿はこの戦いの後、ランスロット卿により、フランス王に封ぜられた。カムランの戦いの後、ランスロット卿が、アーサー王とグイネビアを求め放浪の旅に出ると、ライオネル卿は、ランスロット卿を探索するために、ブリテンに上陸。同じく、 ランスロット教の創作に出た、ボウルス教、エクター・ドマリス教らは、ランスロット教に会うことができたものの、ライオーネル教は、ランスロット教に出会うことのないまま、モードレッド軍の残党に会い殺されてしまった。マロリー版などでは、ランスロット教との関係について、重慶帝との表記と、老いという表記が混乱しており、統一されていない。ありがとうございます。